こんにちは。こんにちは。少し人が集まったら始めよう。ライトの挑戦。こんにちは。やっほー。こんにちは、こんばんは、こんばんは。いやなし。こんばんは、こんにちは、みなさん。やっほー。もうちょっと明るくしよう。久しぶりのインスタライブです。いつやったんだろう、ジェン君。あ、誕生日でやったこと、やってない。今年初かな、今年初の多分インスタライブです。こんにちは。イエーイ。めっちゃケーキ言ってる。こんばんは。やっほー。今日は3万人記念インスタライブということで、ゆるーくインスタライブしようかなって思ってます。あれだ、質問いいよ、いっぱい送っていいよ。この質問っていうハテナボックスのところに送ってくれたら答えます。じゃあカチューシャ持ってきたからつけます。よいしょ。ありがとうございます。3万人皆さんありがとうございます。ご飯はこれから、多分これから食べる。お腹空いてたら食べます。3万人ありがとうございます。はい、平日のちょい早めの時間だから、ね、来れない方いたら申し訳ないんですけど、1時間弱ぐらいやろうかなって思います。はい、ということで、あれ、なんか立ってる。コメント読もうかな、とりあえず。今日誕生日だから生配信嬉しいです。あら、おめでとうございます。こういうカチューシャ可愛いよね。あきちゃんがこれくれたんだけど、自分でも買おうか迷ってる。こういうカチューシャ、イエーイ。あら、何語でしょ、わからない。アイメイク可愛い。そう、なんか土日に幕張の上映会で、土曜日は大阪行って、日曜日はお台場行ったんですけど、大阪の時にいたメイクさんがなんか韓国風のメイクをしてくださって、それがね、アイシャドウとまつげとハイライトが結構ポイントだったみたいなんですけど、それが可愛くてちょっと真似しました。使ってる、なんかタバカまつげ、タバカまつげにしてみたんですけど、あんま分かんないかな。タバカまつげにして、アイシャドウは黒目の下に大粒のラメを入れて、ハイライトをしっかり目に入れてって感じかな。タバカのまつげあんま分かんないかな。どうですか。生誕グッズ使ってるよ。そう、タバカンっていうのは、まつげがをなんだ、5本ずつぐらいでくっつけて、なんだ、10個ぐらいの束にするので、まつげを作る。っていう感じですね。それが最近自分の中でブームです。3日ぐらいだけど、まだ。そう、これは生誕グッズ、ボラーノ&ピーノのグッズです。ジュリアもポーチとかに入るからすごい使いやすくて、スタッフさんにこれもう一個いただけませんかって言って、保管用と使う用をね、ちょっと使おうかなと思ってますね。ここがさ、剥げちゃったら悲しいじゃん、いっぱい使って。だからピンセットでまつげくっつけてる。そうです、ピンセットでくっつけてます。
みんなとおそろです。イエーイ。これからもどんどんボランのアンダーピーノのグッズを増やしていきたいです。ジュリアは。そう、もう一個、保管用と使う用は大事だからね。そうです、そうです、ぴったりや。そうそうだよ。これね、なんかシール貼ろうかなって思ってるぐらい剥げてほしくないからいいんですよ。サイズ感と3個あるよ、すごい。あら、剥げませんよね。ほんと LINE スタンプもいつか作りたいです。ボラーのアンダーピーノ。うん、あ、めっちゃ質問来てる。答えよう。メイク初心者に何から始めたらいいか教えてください。うん、なんだろうな、アイシャドウとかパレット1個持っとくとそれでいろんなメイクできるからそれもおすすめだし、まつげとリップで結構顔変わるなって思いますね。ボラーのアンダーピーノに続く新しいキャラクターの予定はありますか？ないですね。赤ちゃんで作ろうかな。作るとしたら赤ちゃんかな。 B ボラーのアピーノ B と A 来たら次 C かな。なんだろうな、キャロキャメキャイ、キャイトンみたいな。キャイトンじゃないの。キャンキャンみたいな感じの赤ちゃんキャラいても可愛いですね。最近いろんな番組で好き超バージョンが流れてきます。超人気になってて嬉しいです。そうなの。でもトキセンすごい知ってるってわけじゃなくても好き知ってる方はたくさんいますもんね。嬉しいです。サウナ行きたいと思いますか？いや、我慢できない人なんで少しでも熱くなると出ちゃうんですよ。だから多分整うということをね感じることができないと思うので、うん、まつげ上がったままにするコツを教えてほしい。マツパとかパリジェンヌですかね。ジュリア、今回初めてパリジェンヌじゃないあれであげました。ちょっとナチュラルになるんです。パリジェンヌは根っこだけあげるけど、マツパは全体です。新曲はどんな曲ですか？可愛い系、しっとり系、どっちがいいですか？どっち、うん、当ててみてください。セーラージュリアがまた見たいです。セーラームーン、セーラームーンの1話をこの間土曜日金曜日ぐらいに見ました。それで大阪公演、大阪東京か、日曜日の上映会ではセーラームーン風の髪型にしました。そう、セーラームーン1話しかまだ見てない。なんか映画なんか完結編みたいなのが出るらしいですね、セーラームーン。でもん、アニメ版のです、多分。そうで、セーラームーン実写でしか見たことない。え、どういうこと？実写あるんですか？セラミはちょっと見たことあるけど、ミュージカルは実写って、そうなあるの、そんなの。そうですね、そう、またやろう、セーラームーンの部屋、かわいいあれ。誰推し？まだ1話しか見てないからわかんないです。でもやっぱうさぎちゃんで合ってるのかな。うさぎちゃんかわいいですね。はい、あら、実写版見てみようかな。そう、なんか全部その最終回放送が今年っていう風に聞いたから、セーラームーンが大好きなこうダンスの先生がいるんですけど、その方に今見始めて間に合うと思いますかって聞いたら、あ、間に合わないと思うって言われたから1話で止まっちゃった。あー、そう、うさぎちゃんかわいい。なんか元気で天然で全力な子が好きです。ちびうさんもかわいいぞ。あ、そうなんだ。そう、東京公演限定でね、挨拶しましたね。ちょいボケ挨拶、ちょっとボケて挨拶しようっておはるちゃんと話して、そう、月に変わってお仕置きよじゃなくて芋に変わってお仕置きよって言いました。なんか芋に変わってって言ってるぐらいで、あ、トキセン公式が見始めたらしい。やっほー、
君のハートにロックオン。来てくれてありがとう。誰だ誰が中に入ってるのか知らないけど。ねえ、いつの1話とかあるんだ。一番最初のやつですね。あーテストがうさぎなんでそんなみたいな、お母さんに怒られるやつか、うん、そうで、そうまた話ずる、すぐ話ずれちゃうんですけど、芋に変わってお仕置きよって言ってる、芋に変わってぐらいのタイミングで、これ皆さんが死因だったらどうしようって急になんか不安な気持ちになっちゃって、芋に変わってお仕置きよって言ってるぐらいで、はぁはぁはぁって笑ってくれたから、あよかったって安心して、おはるちゃんとね事前に結構ねお互いの今日はこれでいいのかみたいな打ち合わせをしたんですけど、それで皆さんが笑ってくれてよかったですね。安心、一安心です。本当にもう古い絵のやつだそう、すごく昔の多分やつだと思います。わしクソ笑ってたよ。あら笑ってくれて嬉しいです。いきなりすぎてなんか理解されないかな。セーラームーンヘアしてますとも言ってなかったし、登場してさあいきなり挨拶でいきなり芋に変わってお仕置きよとか言い出したら、みんなえ何言ってんのってなっちゃうんじゃないかなって思って不安だったんですけど、満点ありがとうございます。おはるちゃんは滑ってなかった？滑ってなかったです。なんか超ときめきピンクのお世代機ですって言ってたんですけど、はるちゃんは全然滑ってなかったで笑い起きてました。完璧です。わかりやすかった。前髪のこだわり教えてほしいです。前髪は巻いた時に顎のラインぐらいに来る長さで切ってもらってて、かわいいの頭ついてる、バイカナミン、あきちゃんがくれたやつ、ありがとう。さっきまでついてなかった、さっきカナミンだったですね。それが前髪のポイントで、外巻きです。外巻きでくるってやったら巻けます。短い部分はこんぐらいの長さです。で最近前髪の量減らそうチャレンジしてて、少しずつ減ってきました。伸ばしてますね。この後ろに合体させたい部分は伸ばしてますって感じかな。かなみんだこんにちはそう、それが前髪のポイントになってます。あと横毛っていうか、このここもね切ってもらう。ここもフェイスラインの長さに全然見えないけど、ここも S 字で巻くのがポイントだけど、もうあんまうまくいってないですね。ここも切ってます。ジリアが英語の歌を歌うのを聞きたいです。英語ね難しいですよね。英語の歌一回トゥワイスさんじゃないかな、マイケル・ジャクソン一回練習した時がありましたね。今のネイルセルフ、これはセルフだけどマニキュアです。おはるちゃんのマニキュアです。おはるちゃんの私物のマニキュア、イエーイ。天井見てみて、なんでなんでかなみん髪の毛切ったの気づいた？うん、いつもメンバーの気づけないんです、髪切ったっていうのね。アイシャドウは何使ってるんですか？いつもエチュードハウスだったんですけど、最近クリオのパレットを買ってクリオ使ってます。フランス語も確か話せたっけ？ううん、話せないですよ。自己紹介を覚えただけ。一回ねフランス語かじろうとしたんですよ。アペセテウエフチェアシイチェカエルエムエンフォーペキュエルエステユみたいな、ドゥブルベ、イクス、イグレク、ゼットみたいな、ちょっと忘れちゃったけど読み方が違うんですよね。でそれをあそうです、それを覚えて、あと挨拶まではできます。ボンジュー、ボンジュー、はい、
な雰囲気でフランス語を話してましたよく。そしたら家族は誰ももちろんフランス語話せないしジュリアも話せないんですけど、雰囲気でおお上手だねって言われて、おおありがとうみたいなことやってました。ミューシー大阪弁話してたよね。ジュリア大阪弁壊滅的に下手なのでなかなか難しいです。まつげ美容液はラシアディクトです。なんかコメントちょっと遅れてるからあれですね、なんか時差なコメントしてたらすいません。大学で第二外国語フランス語にした。かっこいい。大体中国語とかのイメージあるけど、かっこいいフランス語。タピタピアク、あ絶対インドネシア語だ。アクアクっていう感じです。ボラピは何語を喋るんですか？日本語です。ボラピはちょっといつか声をつけたいなと思ってて、ボラのタピーノの声練習してますんでいつかさキャラクターになってさライブに出てきてもらいたいんですよ。あとは動かしたいこの二人を。どうやったら動くんだろう。やっぱ難しいんだろうな動かすのは。ちょっとね難しそうですが。私はマレーシア人です。あらありがとうございます。嬉しい。アフレコしよう。そうですね、ボランのタピーノにアフレコしましょう。ジュリアちゃんの好きなポーズはどんなポーズ？ジュリアどんなポーズよくやるんだろう。中の人募集しないとジュリアやるからそこは譲れない中の人を募集しない、誰にも渡さない、自分でやりますライブのオープニングゲートに出てほしい。確かに確かに、パブリの立場なくなっちゃうから。ああ確かに確かに確かに中の人、そう中の人、ボラーノアンジェリア、アピーノアンジェリア、 CV アンジェリアって書いてもらおう。自分でやりますよそりゃ、自分のキャラクターですから。ファンクラブ会員からランダムで選ぶ、やだやだやだ、やです、やります。あそう、さっき発表されたのがオフライン特典会。そうですね、だから直接会ってお話できるっていうことですね。パブリンに中の人いたの？いやパブリンはパブリンなんですけど、中の人っていうのはないですね。パブリンはパブリンの。ジュリアちゃんカラコン使ってる？使ってないです。買ったことない。片目だけにね一回入れたことあるけどね、30秒ぐらいで外しました。オフライン、オンライン特典会が3月26、オフラインが5月ですって。5月になったらオフライン特典会を予定してるみたいです。13、14、20です。おー関東だそうです。皆さんオフライン特典会久しぶりです。2020年以来かな。おー楽しみですね。詳細を楽しみに、楽しみですね。髪の毛をきれいに伸ばすポイント、いやそれジュリアも聞きたくて、伸びるの遅いんですよジュリア。だから伸ばしてる間にさ毎日コテとかアイロンとかやるから痛んじゃんっていう、そういう感じ。あもう予定開けてるよ。そうで5月からだと新生活になる方とかいるからね、分かんないよね。学校とかお仕事の予定とかね。伸びるの早くないですよジュリア。ひとちゃんが鬼早いですね。でもジュリア多分今メンバーで一番長いです。5月は娘の誕生日なんでオフライン申し込みます。あら待ってます。嬉しいね。さっきラベンダー色に髪染めてきた。いいなジュリア、ピンクにしたいです。いつか。こんばんいも、おはようございも。ひとちゃん早すぎる、うん、本当に早い。
頭皮マッサージしたら、あら、マッサージしたら伸びるの早く。そうなんだ。へえ。そうなんだ。そうなんだね。頭皮マッサージ。今ね、ほうじ茶、玄米茶飲んだ。玄米茶を飲みました。そう、でもね、髪染めるとやっぱそう、痛む痛むって言うからね。髪染め、うん、あ、ボブどうですか。突然のファンクラブ入会するか迷ってる。あ、迷ってるんですか。あれですね、今日新聞部見ました。皆さん新聞部すごくないですか。でも言えないけど、内容、写真載せました。すごくないですかあれ何も言えないけど感想待ってます。あれ自分でもびっくりしちゃった。ボブ見たよびっくりしたよね。あれ新聞部おもろい。はい、特選新聞部面白い記事書いてるんで、皆さんぜひ迷ってる方、ちょっとね、超ときめき宣伝本部入って見てみてほしい。宣伝部ショートめっちゃ可愛いよ。そう、ショートね、やったことない。でもね、最近ロングもうちょい伸ばそうと考えてる。例えばポニーとかツインした時に、うん、おへそのちょい上ぐらい。それ長すぎか、長すぎだな。でもちょいね、伸ばす、もうちょい伸ばそうと頑張ってます。空港、あー言っちゃったうん、新聞部。でも最近メンバーの面白いエピソードがないんです。だから自分のエピソード多めになってるんだけど、みんなもうちょいいろんなことしてくれていいのにってね、思いますけど、うん、難しい。ネタ集め必死です。週に1回記事書かないといけないから。あら、彼女に特選おすすめされてドハマりして、お互いジュリアタンです。え、嬉しい。特選は、ようこそ宣伝部員へ、ようこそ宣伝部員チーム特選へ、ようこそ。みんな警戒してるのは、でもそれもあると思う。なんか面白いことが起きて、ジュリアが急いで携帯にメモし出すと、あーって言われちゃう、ね、メモしてるところも気づかれないようにやるべきなのかね、もしかしたら。そうで、ちゃんと見てる、見られてるかね、新聞部。タイトルにさ、自分のハートの色があるとみんな見るらしいです、メンバーだから。ハートでね、ハートって分かっちゃうから、緑とかあったら、あ、自分の記事書いてるんだ、見ようってなっちゃうんです。警戒されてるジュリア、怖い怖い。こっそりメモ、そうです、こっそりメモが大事ですね。リハが始まったらネタ増えるか。確かにリハとか、でもさ、リハとかは逆にないかも。なんか移動中とか遠征とかの時の方があるから。あとリハってね、こう淡々とこう歌って踊る、覚えるくらいだから、面白いことあんま意外と起きないかもしれない。みんなで歩いてる時とかに、何それみたいなことはたまに起きるけどね。え、気配を消す練習しようか。そうですね、気配消す練習しようか。はあ、いいね。文章うまいから、でも難しい。なんかどうやったら伝わるかなって。文章って難しいじゃないですか。なんか LINE とかもすごい絵文字いっぱいつけちゃうんです。なんか怒ってるって思われないかなとか思っちゃって、なんかジュリア冷たいなって思われないかなって思って、なんか怒ってるのかなって思われたくなくて、絵文字とかいっぱいつけて、すごいごちゃごちゃの LINE になっちゃうのが悩みなんですけど、そんな気にしてないよって言われるけど、自分が気にしちゃうんですよね。難しい、ごっちゃごちゃにして送っちゃうんだよな。でもツイートもそっか、ごっちゃごちゃかじりや。絵文字多めかな。絵文字ね、ごちゃごちゃですか皆さん。でもいい、ごちゃごちゃでも
ブログも割と絵文字多いか。絵文字も多いな。こんにちは、はじめまして。こんにちは、はじめまして。そう、難しいんですよ、文章って。顔見えないと難しいんですよ。そうなんですよ。お芋の次に好きな食べ物何ですか？アイス。あ、黒ごま。黒ごま。黒ごまです。黒ごま、今黒ごま豆乳飲んでたから言っただけ。チョコ好きでしょ、アイス好きでしょ。あとね、サラダ大好きなの。サラダ好き。あ、そう、今日作りました。昨日ブログで書いたライスペーパーでオイコスとココアパウダーを混ぜたものをライスペーパーでくるむとチョコ大エッグになるみたいな TikTok を見て作ったら、ヨーグルトの酸味と家にあったココアが 70% ぐらいの高カカオのココアで、全然甘くなくて不思議な味になっちゃいましたね。ライスペーパーの美味しいレシピ教えてください。今日全然エフェクト使ってない。オリーブオイルも好きです。お芋と黒ごまって大学芋じゃないですか。確かに大学芋美味しかった。さつまいも発酵じゃなくて、さつまいも、なんか芋のフェス、去年行ったお芋のフェスの美味しかったですね。エフェクトで遊ぼう。あ、これ見た、見たわ。これそう、不思議な味でした。何サラダが好き？お芋とか入ったサラダ、ビーツが入ったサラダとか好き。キャベツとかも好き。あ、新都心じゃなくて新宿の方でやってたお芋博での大学芋が美味しかったです。芋のエフェクトないだろうな。芋のエフェクトはなさそう。あるけど保存してないから。ああ、ライスペーパーにバニラアイスで雪見ないか。確かに5等分の花嫁見てないです、まだ。てか昨日進撃の巨人1話見て、なんかすごい、1話で終わってないんだけど、いろんなのも1話見てます。進撃の巨人と、なんか加工すごかった。進撃の巨人とセーラームーンの1話を見ました。そういえばブリル予約おめでとう、ありがとうございます。買いました。進撃の巨人面白いよ。でもね、ジリアね、あのね、ハラハラするの苦手で、ドラえもんの映画とかも苦手なんですよ。だからハラハラしちゃうから、平和な、なんかもう平和な子たちがよくて、難しくて。進撃の巨人面白かったです。でもハラハラして1話で涙出てきた。馬娘はスペシャルウィーク主役の子が永遠に可愛かったです。え、細い顔になった？あ、大丈夫か。そうですね、いろんなのに手を出してる。そう、馬娘は全部見たけど、3期待機。ライスペーパー揚げてお塩かけるとパリパリで美味しいらしいです。そうなんだ、やってみようね。ハラハラ系しんどりよくね。怖い系苦手なんですよね。ハラハラ苦手で、なんか前にブログで書いたかもしれないんですけど、なんだっけ、人間の赤ちゃんが、人間なんかの実写化、ディズニーのあれなんだっけ、ちょっと忘れ、あ、ジャングルブックかなの実写版を映画で見た時にもびっくりする、バンってシーンよくあるじゃないですか。バンっていうシーン全部でわーってなってポップコーン2回落としちゃったんですね。そう、ハラハラ系苦手です。ウマ娘の推しスペシャルウィーク2位、ゴールドシップ2位、2位いっぱいいるじゃん、2推しいっぱいいるんですよ。ゴールドシップ、東海帝王、北サンブラックとかかな。ゴルシが結構好きです、個人的に。
楽しいハラハラは、いやー楽しいハラハラ、うん、なら見れるかもしれないけど、基本的には楽しいハラ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 系がね怖くなっちゃいますね。そう、映画館で見るとドキドキする。そうなんですよ、ポップコーン落としちゃうの漫画での世界。いや本当に本当に落とす、うわーってなってゴーンって2回も落とした。アニャーセヨ、鬼滅は見た、うん、でも鬼滅も結構ハラハラですね。最近また馬娘増えてきたね。そうですね、一番くじやりました、セブンイレブンの。でもスペシャルウィークがやっぱ一番好きです。鬼滅はハラハラしない？え、しますしますします、うわってなっちゃうんですよね。なんかねずこちゃんが糸でキュッてなるシーンとか、あーってなります。うん、幕張の映像大スクリーンで見たら涙止まらなかったんだけど、涙拭いて、ティッシュあげよう、ティッシュこれで拭いて、あ、ハンカチの方がいいのかな、ハンカチ、ごめんね、なくて。最高何頭出た、4頭ぐらい。なんかキーコーキーコー言うんですよね、聞こえる？ウマ娘見たことないんだけど面白いかな、面白いですよ。ちりウマ娘いろんな人に勧めてるんですけど、見てくれた人2人しかいなくて、いつも見るね、はてなはてな2個みたいな返事をされちゃうんです。あ、でも見てくれた子はすごい良かったって言いますよ、1話で面白かったって。聞こえる？そう、さっき聞こ聞こ、あ、ジリア聞こえないよ、配信でしか聞こえないよ、みんな何が聞こえてるの、ジリアは聞こえてないよって言ってみた。うんですね、アニメね、なんかおすごいなって見方で見るんですよね、アニメとか。そんな表現するんだっていう見方で見ちゃいます、ドラマとか。喋り方がちょっとアキちゃんと似てるね。似てるかな、でもなんかすごいあれですね、ふわ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 マイペースそうな喋り方って言われるなんでだろう、わかんない、はっきり喋れない。自分のパーソナルカラーと骨格とかわかる？わからないです、わからない、調べたことないですね。ホラー映画見る？見ない。ひたすら質問答えよ、アニメ見るのはテレビ派、スマホ派、スマホ派。今 K-POP 今盛り上がってるね、カラー復活嬉しい。ああ、原宿にいましたね、コラボなんかやってましたね。恋愛映画やコメディーか人間ドラマですね、穏やか、あら穏やか、お上品な感じ。ジブリ見たりする？ジブリ見ますよ、たまに。すごいはことは見ないけどね、すごいいっぱいは見ないです。カラコンしたことある？左目に30秒だけ入れたことあります。カチューシーよく見せて、こんな感じです、かわいい。ウマ娘はアマゾンプライムで見ました。おすすめのアイス、おすすめのアイスはマカロンアイス、紅茶のマカロンアイスです。今日の夜ご飯は、うーん、お腹が空いてたらライスペーパーでサラダを包もうかなかな。今ドラマ何見てる？今は見てないです。あ、見てないな、うん、見てない。いつもアニメとかもリアルタイムで見ないんです、いつも追っかける派で。てかなかなかリアルタイムで放送中にいいのっていうか、放送中にそれがあることに気づけなくて、放送終了して一段落してからハマって、何もないみたいな、周りに「なんでこの間までセブンで9時やってたの？」みたいな、後から知って「遅いよ」っていつも言われます。全てがそんな感じですね、遅いです。ブルーレアイス美味しいよね、美味しいです。東京でおすすめのスイーツは、なんかこの間真珠ちゃんとエイライトワークさんの
真珠ちゃんと遊んだんですけど、東京私わからないから教えてっていうふうに言われたんですけど、なんかジリアもわかんないやって思ってインスタで必死にカフェ調べて、わかんないわかんないってなってなったんですよね。東京で人気のスイーツわからない、なんだろう、わかんないな、わからない。あ、下の方、これな。あれ？あ、オッケー。最近ドライブした？してないです。してないです。Love from UK. あ、Thank you. Thank you. I want to go to UK. 僕も東京出身だけど分かんないですよね。振りが全然覚えられないときはどうしてますか？うん、振りが全然覚えられないときはこう集中すると余計覚えられなかったりするんですよ。だからひたすら踊って寝るといいですね。首都高走ったことある？あります。こう私初めてだからこれだけ覚えた方がいいのある？ありますよ。最初の挨拶、こう、はい、超ときめき宣伝部の超ときめきパープルといえば、といえばを一緒にまずといえばを言っていただいて、ジュリコとアンジュリアですって言ったら、ジュリアーって言ってくれたらとてもとても嬉しいな。あと何？質問、今ね普通にコメント読んでいる。お疲れ様です。あれ、コメントがすごいあんま動かなかった。まあいいや。そうですね、最初の挨拶のコールを言っていただけるといいかなって思うのと、あと2020年以降にできた曲とかってさ、皆さんちょっと聞きたいんですけど、コールってどうやってみんな揃えてるんですか？どうやって揃えてるんですか？だってね、コール動画とか出してない曲でも揃ってるし、ペンライトとかも揃うじゃないですか。なんでわかるんですか？なんかこういう風に振ってる時と、なんかなんだっけ、なんかこういう、なんかありますよね、こうおつさみとかわかるけど、それがわかんなくて、ライブ行ってもジリアライブとか行ってみたいなって思うけど、ペンライトの振り方わかんないから、なんかみんな揃ってんのに一人だけなんかね変な動きしちゃいそうとか思って見てるけど、ライブで徐々に、うん、なるほど。なんでリズム感いいですよね。あと皆さん難しい曲でもなんかずっとさ触れるじゃない、センス、なんとなく。あ、じいちょうさんだこんにちは、こんにちは、ジェリアです。現場の雰囲気すごい、ライブ行ってみたい、待ってます。感覚、適当、みんなそんな感じなんですか？ほら、本当に？前の人の真似した。考えるな、感じろ。でも本当に合うんだよな。なんか、あ、こうずっとこうなのかなって思ってて、ずっとファンの方を観察してたら、みんな同時にこうやってやりだしたり、こうやりだしたり、すごいんですよね、本当に。そうなんだ。振りわかんなさすぎてライブ中周りばっか見てる。でも時戦のメンバー見てれば、なんだろう、結構簡単な振りが多いから、サビとかはねその場で真似してくれると思い、真似できると思います、簡単に。ぜひぜひペンライト買ったので家で練習する。練習してみてください。私もコールわかんない、ジュリアもわかんないもん。2020年以降の曲わかんないもん。気づいたら体が動いてます。あら、そうなんだ。落ちサビはわかるよ、こういうのね。落ちサビはわかるけど、みんなその場のノリなんだ、すごーい。あ、 TikTok で踊ってくれてる曲は特にやりやすい。なるほどね、あ、なるほどね。コールもできるし、生バンドだし、ときせん神じゃない。あら、嬉しい。生バンドだもんね。
上映会で上から見てたの？見てました。あのスクリーン、あのスクリーンにこう映し出すじゃないですか。その映し出す機械がある部屋で見てました、ジュリアとハルちゃん。だからその部屋に入れてもらってこう皆さんのこと見てたんですけど、多分そのライトがこうピカーンって光ってて、普通にここどこも手入れられる場所だったんですね。入れたらみんながなんだって絶対なるなって思って、もちろん入れなかったけど、手はそんな感じの場所にいました。野外ですが、ジュリアは晴れ女ですか？ジュリア結構晴れ女です。後ろ振り向けばよかった。みんな真剣になってから 100% オレンジの時、 100% オレンジの時とかに見たんですけど、みんな真剣になってからもうすごいペンライト送ってくれてたから。そうだよ、見てました。でもさ、この日曜日お台場で後ろから見てたんですよみたいなこと言ったらさ、後ろ見てた人いたけどさ、ちょっとそれが面白かった。あ、今はいないよって思いながら、うん、ちょっとね、客席見えたの、見えましたよ。一番後ろにいたのに気配感じなかった。だってあれだもん、この光出す機械がある部屋にいたもん。だから感じなかったと思う。雨女、私が行くので大阪雨です、ごめんなさい。え、でもね、適正晴れ女多いから大丈夫ですよ多分。え、向いちゃったそう、後ろ向いてる人すごいいたんですよ。なんか後ろで見てましたって言ったら、みんなこういう風に見てたのが面白かった。そう、その時はステージ上にそうなんでいたからね。そうそうですね、ちょっと面白かったですね。あ、そう、そういう、なんとか、あ、そうですね、そのお部屋にいました。はい、そう、すごい久しぶりにお会いできて嬉しかったです。そう、時世は晴れ女多いからね、晴れ女多いからきっと晴れるよ。なんだろう、お、そう、敵戦が晴れるよ。敵戦がいたら晴れる。そうです、質問よ。猫カフェ行ったことありますか？あります。猫の日に写真あげてよ、ツイッターに。猫カフェ行った写真、2021年ぐらいに行った写真あげました。ぜひぜひ、遡るの結構前か。そうだな、そうだな。髪型ハーフオープン、花粉症ですか？花粉症じゃないです。前髪作るとしたらどんな前髪にしたい？なんかね、今ね、作る予定はないんですけど、作るとしたら重めの前髪がいいなって思ってて、そう、重めの前髪ね、なんか、そう、で、こっちが長くて、なんか、そういう髪です。そういう髪、いつかやりたい。お、四季でいつが好きですか？春です、今です。今がとても好きです。花粉症じゃないの羨ましい。そう、だから結構みんなが花粉やばいよね、花粉やばいよねっていつもなんか花粉の時期になると言ってるけど、あー、そうか、かわいそうとしか思えないんですよね。なったことない、辛そう、でもウィンってできます。アンニンって呼ばれてるのは知ってますか？もちろん、アンニンコンビ、ヒトちゃんとジェリア、アンニンコンビ。あ、確かにヒアリン重めだ、ね、でもあれで最近ちょっとずつ少なくしてるんですね。ラップパートを歌うときに気をつけていること、デバイスさんの日本語ラップを意識、それだけです。なんかそういう感じに意識するとやりやすい気がします。ハイライト何使ってるの？キャンメイクのプニュットハイライトチークみたいなのを使ってます。ハイライト強めが可愛らしいです、韓国メイクですね。髪の毛切る予定ある？ないです。とりあえず成人式終わるまではないかな。でも傷んじゃいそうですね。はい、なるほど。質問聞いてないってどういうこと？質問送っていいよ。あともうすぐで配信終わっちゃうから
最近の子で花粉症じゃないの珍しいね。え、そうなんですか。まあ確かに珍しいのかな。カチューシャのリボンの位置変えてつけたことある？ないです。多分自分でうまくつけれなそうで。リボン今欲しい服ある？あります。なんかブーケみたいな感じの服欲しいですね。ブーケがついた服。さつまいも娘の最近の活動はサラダ、ご飯食べに行きました。サラダとあきちゃんもパンケーキ食べたかな。そんな感じ。今日から期末テストだったんですけど、ジュリアちゃんの最高得点はいくつですか？100点です。100点ですよ。おお。プライベートでよくする髪型はもう何もしないストレートです。今日は芋食べた？今日は食べてないです。ん？何？なんかコメント。ジュリアちゃんの声落ち着きます。そうなの？リズム感なくて全然踊れないんだけどコツはある。でもジュリアもリズム感はなくて。真珠ちゃん見てるね。あ、ありがとう嬉しい。ジュジュコンビ100点はすごい。本当ですか？でやるときやるんですよ自分で言うのもあれなんだけど、やるときやるんですけどね、やる気なくなっちゃうとやる気なくなっちゃうから。ジュリアもしかしてめちゃくちゃ頭いい？集中モードに入るまでがすっごい大変なんですけど、集中モード入ったらもう頑張れる感じですね。卒論やっと終わったの、お疲れ様に。卒論大変そう。ウインク勉強できるイメージ。でみんな勉強したら勉強できるけど、勉強しね、なかなかさねえ、だって大変じゃないですか勉強。何の教科？数学と英語かな。を取ったことあるの数学と英語ですかね。日本史はとても苦手ですが英語と数学は得意でした。でも小学校の時はそれこそなんだっけ、なんかさ50問漢字テストみたいなのあったじゃないですか。あれクラスで一人だけ永遠に100点でした。宿題に3時間くらいかけてたんですよ。30分くらいで終わらせられる宿題を時間かけてもう丁寧にやって3時間くらいかけてやってて、小6のジュリアが一番真面目でした。勉強に対してはすごく頑張ってて。なんであんな頑張ってたんだろう。理系じゃん。理系だよねってことだよね。数学と英語そうなのかな、わかんないけど。そうですね。そう、ライブの時緊張しますか？緊張しますね。緊張する。小さい頃なんて呼ばれてたの？ジータ、ジリア、ジータ、ジリアちゃん。最近すごいジリアのあだ名増えてる気がするんだけど。アンジ、アンさん、アンスワン、アンちゃん、アンジェリ、アン、アンジェリ、おジュリ、ジュリア、ジュリ、なんだろう、ジュリちゃん。あと何があったっけ？忘れてた。なんか結構いろいろある気がする。あ、スクショタイムしようかな。よし、やろう。急に始まる。あとは今日ハーフツインね。イエイ。こんな感じかな。ジュリアちゃんはハーフでいいのかな。ウィキペディアに載ってなくて会社の人と登録してました。ハーフでいいのかな。日本人です。純日本人ですハーフの顔してますか。結構日本人なんですね私は。めっちゃ動く。嘘、また動いてた。動かないように意識したんだけど。スクショタイム、プンプンポーズ、オッペハート。ジュリアポーズは？エンドレスポーズ。服顔。
最初ハーフかと思った。会社の人と絶対ハーフだって結論になった。じゃあ分かってよかったです。ハーフじゃないですね。確かに、ね、名前はジリアってね、確かに日本人あんまりいないもんね。ジリアもあんま会ったことないです。一人ぐらいしか会ったことないです。たどりジリアちゃんが好き。たどりと自撮りで顔って変わるんだよな。ですね。海外のフォロワーさんからジュリアは純日本人なのって聞かれたことある。でも言われたことある。結構なんかバレエのワークショップで海外の先生の時に受けた時とか、ジュリア Are you Japanese? って言われて、 Yes, I'm Japanese っていう会話も結構したことある。結構ハーフって思った方多いんだ。あら、びっくり。やばい、ここ2年ライブ行けてないっす。会いましょう。でもね、お仕事とか忙しかったら応援しますんで、いつか会いましょう。大和なでしこ美人な感じ。あら、嬉しい。ロシアのクォーターって噂が一時流れてた。そうなの？こんばんは、ライブしてたんで飛んできました。あら、嬉しい。そうなんだ。あら、新発見ですね。なんかインスタライブだと会話してるみたいになるからいいですね。会話。ホワイトデーもらえるとしたら何が欲しい？なんだろう、ホワイトデー。生チョコ、ロイズの生チョコですね。またキーキーしてるよ。何が聞こえたんですか？キーキー、参加するの遅くなっちゃった。来てくれてありがとうございます。そうなんだ。カナミンとの TikTok 可愛すぎた。またやろう。じゃあまたやります。今日後で TikTok 投稿しようかなと思います。今日のリップ何使ってますか？なんだっけ、ニベアの色付きリップ普通にいいです。それいつも家でつけてきて、こっち来たらあのグロス塗るだけです。グロス塗るだけです。インドネシアからこんにちは。あ、こんにちは。なんだっけ、インドネシア語、おいしい、エナク。芋ポーズ。芋。大阪のお土産は551買いました。あきちゃん、カチューシャつけてるよ。みんなあきちゃん、あきちゃん言ってる。カチューシャつけてるよ。やっほー、あきちゃん。コメント欄があきちゃんになってるけど本人を見つけられない。さっき見たけど。ロイズの生チョコの焼き芋味食べたことある？ないです。こんばんは、ジャパンからです。ハロー、ありがとうございます。ありがとうございます。何もでやろう。気にないとこまで、20時までやっちゃおう。551美味しいですよね。そう、551。買えなかったんです。1月大阪行った時買えなかったから。リベンジで買いました。10個買いました。10個今回買って帰りました。そんな食べてないけどね。お土産とかあげるよとか。あら、こんにちは、マリナちゃんのファンでした。ありがとうございます。わーい、芋娘たち。551食べた。美味しいよね、551。シューマイも美味しい。そうなんだ、たことある、あるある。ひとちゃんがしょ、ね、おすすめしてくれた。結局たこ焼き食べれてないです。どうしよう、たこ焼きずっと食べたい食べたい言ってるのに。飯田校のたこ焼き食べたいな。ん？韓国語で言ってほしい。アニョハセヨカムサムニダ。全然話せなくて申し訳ない。
国語で挨拶。デレデロコン、なんだい、あーサラヘ、単語しか出てこない。難しいです、外国語。芋娘に歌だ出してほしい。どんな歌なんだろうね。芋、芋、芋掘ってみよう。芋、芋。さゆりちゃん、さゆりちゃん食べたく、食べ、あ、変なこと言っちゃった。さゆりちゃん食べたくない。さゆりちゃんじゃない。飯田子、飯田子食べたかったな。なんでみんなさゆりちゃん、さゆりちゃん言うの？変なこと言っちゃったじゃあ。うん。タコ、リベンジします。ね、リベンジしたいです。グッドモーニング。掘るところか。そうそうそう。掘るところか。芋、芋、掘ってみよう、見て。ね。好きの英語、韓国バージョン。歌える？歌えますよ。うよに、うんうんうん。バカカジクミョン。ニマミドゥゴドゥゴ。ハウスイトロー。みたいな感じです。ダメだ。いつかやりたいな、韓国とかに。できないかな。いいな。韓国語と英語どっちが難しかったか。ジュリア、ああ英語のレコーディングは一瞬で終わりました。韓国語は意外と難しかったです。意外とっていうか結構難しかったです。発音とかがね、触れてこなかった発音とかだったりするから難しかったです。結構英語はね、みんな触れてくる、小学校とかでも習うことが多いんでね。さすが。皆さんあと3分。韓国でライブあったら行く、ついていきます。あら、一回も行ったことないです。韓国行ってみたいな。韓国お芋はホクホク派、ねっとり派。ねっとり派です。ねっとり派。日本語忘れちゃわない。でもなんかみんなレコーディングでもたくさん外国語を歌った直後は結構なんか日本語の歌詞なのに韓国語出てきそうとか英語出てきそうとか言ってて、結構みんなあーやばいやばいって言ってました。質問選ぶ基準あるの？ないです。もう今コメント、このハテナボックス、ごめんなさい見てなくて、今ずっとコメント食べてない、なんか変なこと言ってた。またずっとコメント欄見てました。そうなんだ。そうだよ、ネットリハーだよ。韓国行ってみたいから、ときせんちゃんよろしくお願いします。つぶむボイルで楽しみだね。ジュリちゃんの韓国語発音本当に上手だよ、びっくりした。嬉しい。本当にですか？お腹空いてないです。今お腹空いてないですよね。コメント食べてるとか言っちゃった。お腹空いてないんだよね。それがさっきなんか飲み物ごま豆乳さっき飲んだらお腹いっぱいになっちゃった。コメント食べるの？コメント食べないです。コメント美味しいですか？はい、なんかとても甘みがあって温かさもあって優しさもあってすごく美味しいです。明日も仕事飲んでエールください。みんな今火曜日だもんね。水曜日学生さんとかお仕事をやるからいますよね。頑張ってください。頑張れー。芋けんぴ好きです。ライスペーパーで包みましょう。はい、コメントをライスペーパーで包んで食べます。甘いですね。愛がこもってるから。そうですね、今日お休みなの？うん、活動してきました。そうですね、日曜日はお台場行った後にラブライブのリエラさんのライブ行きました。楽しかったです。もうすぐで7時になります。コメントクッキング、ボラーノの新情報を聞きたいです。ボラーノの新情報、あ、新情報じゃないんですけど、あ、でも言わない方がいいか。これね、ちょっと歪んじゃったっていう絵を描いてるときに、
ちょっと実は言わねるっていう裏話、この絵今日活動してきましたよね。何の活動をしているのかなっていうのはまだ言えないんですけど、時戦学生いなくなる。確かにあきちゃん高校卒業だ。3月いっぱいは高校生だから、4月になったら春の晴れ舞台になったらみんな卒業だですね。キュンポーズして、じゃあそろそろ終わろうかな。皆さんありがとうございました。1時間も見てくださって、イエーイ。じゃあね、ネタバレしてほしいなっていう方もいますが、ネタバレは一切いたしません。ネタバレパワフルではないので。じゃあインスタライブありがとうございました。皆さん最後に僕が OK。 じゃあこの辺で終わりたいと思います。次インスタライブやる日まで皆さんさよなら。またいつかいい感じのタイミングがあればやりますので、じゃあねー、またねー、おやすみなさい。まだ寝ないけど、バイバーイ。いいかな、じゃあ切るね、バイバーイ。じゃあねー。